皆さんこんにちは、マイベスト検証部のあんちゃんです。今回は毎月最大2000アイテム検証しているマイベスト検証部がクッションファンデーションを徹底比較します。2011年クッションファンデーションのおすすめ人気ランキング45選徹底比較から上位10位と崩れにくさをピックアップして徹底比較していきます。クッションファンデを何を基準に選べばいいかわからない方がいらっしゃると思うので、ここで押さえておけば失敗しない5つのポイントをご紹介します。1つ目は仕上がり、2つ目カバー力、3つ目カラー選び、4つ目機能性、5つ目使いやすさです。1つ目の仕上がりから選ぶは、仕上がりタイプはツヤとマットの2種類あります。ツヤタイプはフレッシュな印象を与えます。保湿感があるので乾燥しやすい方におすすめです。マットタイプは上品で落ち着いた印象を与えます。肌表面を滑らかに見せることができるので顔立ちの濃さを和らげたい方にもおすすめです。はい、こちらのツヤタイプはディクションを使っていきます。ツヤタイプは光が当たると潤いがある感じでフレッシュな印象を与えます。さらに保湿感もあって乾燥気になる方にはおすすめです。マットのタイプはこちらのクリニックでご紹介します。マットのタイプはこんな感じです。さっきのツヤ感と比べるとツヤ感が少ない方で肌を滑らかに見せてくれるので上品で落ち着いた印象を与えます。カバー力、崩れにくさについては、赤み、毛穴の開き、シミなどが気になる方はカバーできるものを選びましょう。カバー力が高すぎるとムラになりやすいので厚塗り感が出ないように注意しましょう。クッションファンデーションは水分に強く濡れにくいので今の夏場に向いています。カラー選びは自分の肌色よりワントーン明るめがおすすめです。自然な仕上がりを好む場合はオークルやベージュなどの標準色を選ぶと失敗しにくいです。毛穴の開きやシミ、赤み、クマなどをカバーするだけでも十分綺麗に仕上がります。機能性について、紫外線は年中降り注いでいるため UV カット機能は必須です。保湿成分をはじめ様々な成分が入っているので自分に合った成分を選びましょう。使い心地の良いクッションファンデーションの特徴は、ポーチに入れやすいサイズ、ベタつきのないテクスチャ、鏡がついているなどがあります。以上、クッションファンデーションを選ぶ時の5つのポイントでした。参考にして選んでみてください。第10位、クリニークイーブンベターブライトニングクッションコンパクト。こちらのクリニークのクッションファンデーションはメラニンの抑制を抑えてシミ、そばかすの予防もしてくれます。今このトップ10の中で唯一の薬用美白クッションファンデーションで、個人的にはめちゃくちゃ激推しです。仕上がりは密着感があるんですけど、手で押さえると少しベタつきがあるので上から行う振ることがおすすめです。第9位、インフィニティクッションセラムグロー。こちらの商品はカバー力が結構あって、さらに美容成分 80% 入ってるのでめちゃくちゃスキンケアファンデって感じで、なんか敏感肌になってる時期あると思うんですけど、その時にめちゃくちゃおすすめです。第8位、ナーズピュアラディアントプロテクションアクアティックグロウクッションファンデーション。こちらの商品は私も愛用してるやつなんですけど、これめっちゃよくって、個人的にはこのパフがひし形になってるので、この角で細かいところまでしっかりファンデーションをつけることができます。さらにカバー力もあってみずみずしい素肌になるので素肌感を出したい方にはおすすめです。第7位、ナーズナチュラルラディアントロングウェアクッションファンデーション。こちらの7位のクッションファンデーションは、さっき8位でもナーズのクッションファンデーションを紹介したんですけど、8位のと比べてカバー力があります。でさらに8位と比べるとツヤ感は減るんですけど、カバー力が欲しい方にはこちらの7位のナーズがおすすめです。でさらにパフが開きにくいのがちょっと難点と、パフは丸いので細かいところまではつけにくいかなっていう印象があります。デパコスのクッションファンデーションデビューしたいって方にはおすすめのクッションファンデーションです。第6位、エチュードハウスダブルラスティングクッション。こちらのエチュードのクッションファンデーションはこのトップ10のプチプラの中で私的には最強だなって思いました。めちゃくちゃ伸びが良くて
でさらにカバー力があって、ただカバー力が強いだけあってちょっと重ねると厚塗り感が出るので、そこだけ注意して使ってもらえればコスパよく使えるクッションファンデーションです。第5位、ソポクッションファンデーション。こちらのソポのクッションファンデーションは皆さんの身近にあるファミリーマート限定で買えるクッションファンデーションです。でこれ結構話題になってたやつで、マスクにつかないって歌ってるだけあって、結構マスクにつきにくいクッションファンデーションだと思います。しかも身近で買えてハイクオリティなクッションファンデーションなのと、これのパフが雫型になってるんですけど、上で細かいところで、下で大きいところでほっぺとか広い範囲をつけれるので時短で使えるクッションファンデーションです。第4位、ドルチェ&ガッパーナビューティープレシャスキンパーフェクトフィニッシュクッションファンデーション。ドルチェ&ガッパーナのクッションファンデーションですが、とりあえず生地がめちゃくちゃおしゃれで、持ってるだけでテンション上がるっていう感じのパケ買いアイテムです。で中が少し変わってて、こんな感じでクッションファンデ、今までのクッションファンデと違って、このメッシュ感、メッシュになってるので、パフで取った時に均等に力を入れないとうまくつかないっていうのが難点なんですけど、でもつけたら結構ゼリー感、ジェル感、なんかジェルみたいな感じのちょっとみずみずしい感じで、つけた時に結構気持ちいいって感じのクッションファンデーションです。あとはベタつきがなくてさらっと仕上がるクッションファンデーションです。ここまでは選び方とトップ10位から4位を紹介しました。後半ではトップ3の紹介と、トップ3が本当に汗皮脂に強いかを私が体を張って検証します。ご視聴いただき皆様ありがとうございました。検証のリクエストがございましたらぜひコメントでお願いします。後半もお楽しみに。